さあオリックスですけれども、今回の内容は森重元中日監督が宮城投手についての、コメントを残しておりました。そこで、かなり、宮城投手をねぎらっておりましたので、改めて宮城投手の当時の日本シリーズ第7戦の状況、そこについてですね、お話をしていこうかなというふうに思います。日本シリーズをね、サンデーモーニングで振り返っていてですね、その時にやっぱ宮城目線での解説っていうのをされてたんですけど、改めてその時のね、心情であったりとか状況が、我々が思っているはるか上を行ってる、それぐらいのプレッシャーが、乗っかかっていたということで、改めてですね、想像以上の状況だった宮城投手についての、お話をさせていただこうかなというふうに思います。でまたね、由伸がポスティングで移籍するっていうところもありますから、来年への意気込みであったりとか宮城投手も言ってますし、そのあたり含めてですね、ここ3年間の由伸と宮城の、成績とかも並べながら、来年の、宮城への期待値、そのあたりもちょっとお話しできればなというふうに思ってます。で森重さんがですね、言っていたのはノイジーのホームランというところで、変な話ですね、阪神も、正直その長打っていうところ、ホームランっていうところは期待もしなかったんじゃないかなっていうところで、森選手と宮城投手のバッテリー感の中でもあんまりこの長打っていうところは警戒してなかったんじゃないかなっていうことで、お互いにあまりこう期待値のない中でのホームランだったっていうところで、宮城投手にかなりその意外すぎてね、なんでこのバッターに打たれてしまったんだっていうところのダメージが非常にあったんじゃないかなというふうには言ってました。で由伸がですね、初戦で負けて6戦目で勝ってっていうところで、しかも138球1人で完投したっていうところで、あそこの部分がね、宮城の、のしかかっていたプレッシャーにかなり影響があったんじゃないかなっていうところで、相当きついんじゃないかなっていうふうに思いながら見てたそうですね。でやっぱり日本一の命運というか、勝っても負けてもこれが最後で、オリックスとしては何としても勝ちたいというか、直近の2試合ね、かなりやっぱ惜しい形で落としてるっていうところと、やっぱ2戦目でね、宮城投手は投球をいい形でしてくれたので、そのあたり含めてやっぱり2回目の先発っていうのもあったんでしょうね。そのあたりもかなり影響してのことだったんじゃないかなということで、とにかく、プレッシャーが、半端じゃなかったんじゃないかというふうに、おっしゃっておりました。その結果ね、残念ながら、打たれてしまったっていうところなんですけども、宮城投手自身ね、今どう思ってるのかっていうところなんですけど、落ち込んでたそうなんですけども、非常にこう向き合って、乗り越えていきたいというふうに言ってました。あの時の、7戦目の投球があったからこそ今があるみたいな感じで、来年ね、由伸がいなくなりますんで、宮城投手としてもやっぱり投手の看板にはなると思うんですよね。もちろんペータもいると思うんですけど、宮城のようにフル回転できるのかどうかっていうところもちょっと怪しいですし、キャリアとしても宮城投手の方が数年ね、長くいますから、3連覇も知ってるってことを考えるとですね、やっぱ宮城が投手の顔にはなるんじゃないかなっていうふうに思うので、そうなってくると由伸がね、ここ3年間何度も何度もチームを救ってくれましたけども、大一番のところで宮城投手が救うっていう展開も全然あると思うんでね、そうなってきたらやっぱりあの時があったから、乗り越えられたと、この投球ができたというふうに、なるんじゃないかなというふうに思うんでね、ぜひそこは期待をしたいなというふうに思ってます。しかも、今年はね、 WBC そして3連覇日本シリーズと、非常に野球人としては濃い1年間だったと思うので、この1年をですね、今後の野球人生に生かしていきたいというふうに言ってました。同じくですよね、来年への期待値っていうのはかなり高いんじゃないかなというふうに思いますし、高卒4年目でですね、日本シリーズ3回そして WBC 優勝経験なんて、めったにそんなできるもんじゃないですから、かなり今の現役のプロ野球選手の中でも経験値っていうところは非常にあると思いますんでね、そこはすごく期待をしたいなというふうに思ってます。そんな中で宮城投手ね、第2クールだけなんですかね、なんか秋のキャンプにも行ってるということで、数日間休みを取ってもうすでに来年への準備をしているという状態でございましたね。中島監督とこの時期過ごせるっていうのはすごくいいなというふうに思いますけども、ここ3年間の由伸の成績と宮城の成績ちょっと並べてみたんですけど、ご覧の通りですよ。やっぱり由伸のこのね、成績がなくなるっていう状態ですから、やっぱそら宮城投手がっていうことですし、基本的にはここ3年間、どんな投手の成績もやっぱ由伸の次には宮城がいたっていうような感じですよね。13勝ブレイクした21年からずっとここ3年まで一緒ですよね。勝敗も防御率もイニングも、今年ね、勝敗に関しては幸也が11勝ということで、オリックス内では3番目だったんですけど、それでもやっぱ基本的にはイニング1でも絶対ね、由伸の次には宮城がいたっていうような感じだったので、その由伸がいなくなるわけです
ですから、宮城投手がやっぱオリックスの中では一番成績を残すというふうに、まあ、期待値としては高まりますよね。まあさすがにね、15勝とか防御率1点台とかそういったことができるかは、まあ、置いておいて、イニングに関してもやっぱ150イニングいかないぐらいなので、まあ、ここのところですね、吉野部のようにやっぱりこう負荷がかかって160イニングとかね、190イニングとかちょっとえぐいですけども、このあたりにまあ近づくような成績を個人的にも期待していきたいなというふうに思ってます。で、宮城投手はね、吉野部に対してポスティングがまあこう申請されたというところで、今後日本人でもね、挑戦する選手どんどん出てくると思うので、まあ、その人たちのためにもですね、背中を見せていってほしいということで、まあ、先頭を走ってくださいということですよね。ただやっぱりもうずっと仲良が良かったですし、左右のダブルエースなんていうふうに言われてましたから、やっぱいなくなるのはものすごく寂しいというふうに言ってました。ただ一方でここの3年間特にね、今年の成績に関してはもう残ってると、いなくなっても数字としてはまあ受け継がれていくということだと思うので、まあ、ぜひここは追い越せるもんなら追い越していきたいというふうに言ってました。いいですね、やっぱり15勝防御率1点台、イニングでいうと、まあ、150イニング以上、このあたりが来年の宮城投手への、まあ、期待感なのかなというふうに思うんですけど、やっぱね、今年もずっと野球しますから、もうずっと投げてるし、やっぱ疲れがね、相当えぐいと思うんですよ。しかもここ3年間のね、疲れっていうのもあると思うんでね、そういう意味でも、やっぱ中島監督とこの時期ね、頑張りすぎないっていうね、スローペースでいいんだよっていう、やっぱ責任感も非常にあると思うので、あの時、あそこになんであのボール投げたんだと、あのボール投げなかったらオリックス勝ててたんじゃないかっていうところでね、どんどん突き詰めて、わかんないですけど、開幕戦に標準を当ててですね、今からこう調整するっていう可能性もなくもないわけですよね。その時に中島監督と、まあ、1クールだけでもですね、一緒に、いれば、準備期間こういう風にやっていこうよっていう話もできると思うんで、そういう意味でもね、秋のキャンプ呼ばれてるっていうのはすごくいいんじゃないかなっていう風に思います。なんかもう帰ってるんですよね。なんかファンサービスだけして帰ったっていう、ちょっとどういう意図だったのかわかんないですけど、まあ、とにかくね、交流ができたのは非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。しかもね、結構技巧派っていうようなタイプですけど、今ね100分の1っていう毎年のアンケートありますが、そこでもね、スピードボール部門で岡林選手がまあチョイスをしてるっていうのがありますんで、まあ、このあたり含めても、まあ、非常にいい来季、どんどん高卒まだ4年目ですよ、22歳ですから、もっとこうね、モデルチェンジなんていう可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。しかも来年はね、8年ぶりに沖縄で公式戦がオリックスあるということですから、おそらく凱旋登板するんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、単純にね、オリックス1位ではなくて、多分おそらく普通にやってたらそれはできると思うので、まあ、本人も追い越していきたい、少しでも近づいていきたいというふうに言っていたんでね、吉野部がこれ仮にいても、オリックスの中では1番だぞっていうぐらいのね、成績を叩き出してほしいなというふうに思うので、これまで13勝11勝10勝、まあ、勝敗に関しては打線の援護とかあると思うんですけど、防御率ですよね、これまでのキャリアハイの 2.27 叩き出してるので、もうちょっとです、あと 0.3 点抑えることができれば1点台という風になりますし、ここの大一番で宮城投手頼まっていう風になればね、イニングもどんどん重なっていくと思いますし、まあね、自分がやるんだっていうところで開幕投手務める可能性も非常に高いわけですから、イニングに関しても170イニングとかいく可能性もありますけど、ね、あんまり蓋をかけてしまうと、いくら体が強い宮城投手とはいえですね、負担がかけてしまって怪我なんてことになったら、まあ、本末伝統ですから、そのあたりも含めてじっくり様子見で疲れも取りながら、来年ねエースとして大エースとして期待をしていきたいなというふうに思ってます。ということで今回の内容はですね、サンデーモーニングにて森重元中日監督がですね、宮城投手をかなりねぎらっておりましたので、そのあたりの、コメントから、まあ、察してですね、当時の状況であったりとか、来年吉野部がいなくなるにあたってですね、期待をしているポイントをちょっとお話をさせていただきましたけれども、過去3年間の、まあ、吉野部と宮城の成績比較しましたけどね、改めて今年の日本シリーズの第7戦のところであったりとか、来年に向けての宮城の期待値感ですね、まあ、西川選手が加入をするかもしれない状態ですけども、やっぱ投手はね、これからどんどん頑張っていかないといけないというところで、やっぱ去年とはちょっと違ったねオフの過ごし方に、オリックスとしても、なると思うんでね、その補強も絡めて宮城投手頑張ってほしいなというふうに思ってますから、ぜひコメント欄教えていただければと思います。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。